強盗未遂の疑いで逮捕された長友容疑者を乗せた車が新潟地検に到着しました。新潟地検に身柄を送られたのは、名古屋市の自称配達業、長友龍斗容疑者です。長友容疑者は19日夜、新潟市中央区の貴金属買取店で、店員に刃物を突きつけ、現金を奪おうとした疑いが持たれています。警察の調べに対し長友容疑者は、身に覚えがなく強盗をやっていませんと容疑を否認しています。捜査関係者によりますと、この事件は闇バイトとして SNS を通じて匿名で知り合い、流動的に集まる、いわゆる特流による犯行の可能性があると見られています。